来た？ほら、右から。本当だ、来てる来てる。さあ、来て。食うぞ、これ。食うぞ。食った。待ってよ、まだまだまだ。食った食った食った。おはようございます。おはようございます。100均釣りの日が来ました、はい、ちょっとね、メンバーの三三六はちょっといないんですけど、時間があったら三三六のもやっていこうって感じですね、うんうん、でポイントがですね、うん、こちらほい、うん、もう早速ね、いるんすよ。いるね、もう目の前にいっぱいね。相当賢い魚ですね。食ってこない可能性ある。めちゃくちゃ賢いんすよ。パンが入りましたね。さあ、これ食うのか。ほら、ゆっくりパンは、おうわぁ、食いそう。あ、これ食うぞ、これ食うな。うわ、自然界にこんな餌ないしって感じだろうな。ついに食うか。うわぁ、おぉ、いけいけいけ。うわぁ、そしてなんか白い魚が多い。食った食ってない。あ、けど食ってない。ちょっと触れた程度。え、真っ白いテレビやるの。うん、あ、あれか、うんうん、すごっ、これアルビノだ。アルビノテレピア。アルビノあれ、うん、激レアだね、これアルビノ。むしろこれ釣ってから買いたいレベル。死に激レアだよ、これ。ちょっとね、パンで反応しなかったんで、ちょっと掘ってからミミズ探しっすね。ミミズなら、あ、痛い痛い痛い。多分食ってくると思うんだよね。ちっちゃい、ちっちゃいな。もっと大きいの探す。ミミズ中痛いね、こんな感じでね。細いね、細いな。こんな感じで、うん、もうちょっと大きいミミズ探しましょう。あ、いた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 。あ、でかい。でかいでかい。勝ち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 。ただの勝ちっすね。ただのコールド勝ちでした。うっ、切ると。あ、はい、じゃあミミズ切ったやつ。新鮮のやつ。いくよ。はい。こっちね、今。さあ。お、お。お。わ、牛ターンしてたよ。あ、小さいのが来てる。食べないな。で、早速餌を。パンね。ミミズ。餌して。あ、いいね、アピール力いいね。さあ。なんかめちゃくちゃ擦れてる魚たちに通用するのか。こちら。はい、じゃ、早速こちらの。スプラッシュダイナソーで。はい、攻めようと思います。はい。あ、いった。いった。意外と飛んだ。意外と飛ぶね、やっぱ。さあ、ついに始まったぜ。100均で手作りリール釣り対決。あ、早速魚の方が左から。来たか。それか、来てる来てる。おー、来た。来た。いいね。寄ってる。さあ、ミミズの反応したのか。あ、食うのか。恐竜ちゃんと増えてるな。ね。お、すごいすごい、折ってる。折ってる。気になってますね。一匹目がプイッとちょっと方向変えましたが。この辺もいいねんか。この辺で一回来てるか。そう。あ、でも寄ってきてるね。こいつが気にしてるのかな、ずっと。負けてはいるよ。いいね。おお、釣り竿らしいじゃん。ある程度ラインが太いので見切られるリスクもあるけど、一回かけてしまえば多分切られることはないから、確実に上げられると思う。2投目。来た。来た。さあ、どうだ。食ってくれ。おお、一匹見てる。あ、口元まで来た。あー、どうだ。おミミズはっきり捉えられてるけど。うわ、さあ、こいつを食うのか。寄ってきてはいるね。うん、寄ってはきてる。あ、やば、これ根がかりしない。今針が今のとこ行った。お、食べれた。あれ、ミミズついてなくね。ついてない。壊れてるか。あれから外れたな。そうそう、今の岩に引っかかったあれで取れちゃったかも。さあ、まず一匹目が釣れない。頭脳負けということで、はい、ポイント一つね。俺たちは、はい、ポイント変更してこっちにも来たんだけど、釣れてますね、ここも。ちょっとじゃあミミズ投げるよ。今日
ほら。みんなで吸ってる、ミミズを。稚魚は食べる。稚魚は食うんだな。ピラニアのように。群がってる。群がってる。釣れないね。普通に100均で作った竿じゃなくても釣れなそうだな。普通に10万の竿でも釣れなくしたいな、これ。困ったね。やばいな、これどうしよう。さらに別のポイント行くか。そうだね、ポイント移動します。はい、ポイントを一気に変えて海ですね。はい、で、ここ魚いるんですよ。いるの？お、すごい。ちょ、左あ、ボラがいる。おお、おお、ボラボラ。で、ここですね、活性を上げる方法。はい、あ、おちげるんですよ。で、これをちま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 細かくこうやって投げていくと効率悪いじゃないですか。活性を上げるには、はい、これを練って練って消しゴムのように消していく。あ、壁で削るってこと？それ細かいパン粉のようなものが落ちてくるから一気に。お、すごい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 、やばいやば。活性上がるということですよ。今落としたら食ってくるんじゃない？ね、僕行きましょうかね。で、ちょっとあのお人形さん、はい、4つつけたら絡まったんですよ。だからちょっと人員減らして2人で頑張ってもらおうかな。すごいな、改めて。じゃあ行きますか、早速。ミミズとパンですね。投入。実験、実践済みです。行きます。開く？開くんだ。あ、よく来た。はい、完全にドザエモン TV なんだが。エイコちゃん、あ、エイコちゃんじゃないや。2号、4号。魚、気味悪がって、来てなくない？来てる？あ、来てる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 。食ったあの子が沈むんですよ。さあ、2号、4号、どちらが沈むのか。あ、そっち行こうかな。こわ、恐怖映像なんだけど、はい、さあ、2号、4号、果たしてどちらが沈むのか。そして、雨が降ってまいりました。嵐の予感。こっち向かないでほしいな。そう、人形たち。こっち見んなってなる。目合うんだよな。さあ、変化なしですが、雨が激しくなってきた ね。ちょっと一旦雨宿りしようか、これ、うん、カメラが壊れちゃう。はい、ポイント変更してこちらの川ですね。ちょっとここのテレビ屋さんはね、何でも食ってあげるっていう優しい、うん、ちょっとね、あの4連単だったんですけど。で、そこから姉妹になって、今だったら見てください、これ。一人ぼっち。まあ理由は別に絡んで、一人ぼっち、一人っ絡んじゃって。さあ、ここなら釣れるでしょう。よいしょ。いいとこ行った。これ持っといた方がいいんじゃない？群がってる。ほらほらほら、プラス売り。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい、夢子ちゃん。すごいすごいすごい、下のパンが。夢子ちゃんが。さあ、これでっかいのが来たら、さあ、あの手作り針にまずかかるのか。そうだね、確かに。刺さるのかな、あれ。ちょっと小さいな、魚が。サイズが小さいね。ちょっとじゃあ投げ直します。投げ直した方がいいかも。さあ、次は安倍氏ですね。こちらの突っ張り棒に。で、また針数も細いんですよ、安倍氏の。そう、俺の見えないからね。チャンス。確かに。杭はいいはずな。そうそう、杭はいいはず。はい、アメシのめっちゃ食われてるよ、これ。アメシの餌群がりすぎ。餌が見えない。見えないな。見えないぐらい群がってる。でも食べるね、うん、今日初めてじゃない、餌取られたって。半日釣り場を巡ってようやくですよ、餌取られた。ちょっとね、あちこち回ったんですけど、工事してたり、魚がいなかったりとかいろいろあって。マジで釣れてる今日、やばい。進捗ありだよ。餌を取られるってのはいいことだ。また餌が見えないぐらい食われてるよ。死に食われてる。やば、食いつきやばすぎ。やば、ただあのサイズは無理なんだよな。食いつきやばすぎて、見えない餌が。もうちょい奥投げたい、ね、いや、もうちょい奥。いいんじゃない、いいとこ。ブレックの上で魚グランプし。はい、じゃあ俺もここでスプラッシュンダイナソー。スプラッシュダイナソー本領発揮ですね、ここで。ついに秘密兵器。こちら水、うん、そしてアサリ。これをいいね、アサリ釣ると一緒にこれに入れることによって、これで
吸って、で自分が、あ、吸ったんだ今、冷たいボックスで負けさじる。魚が出てきますね。え、これ使った後に子供に巻き切れ、使えないでしょこれ。使えないでしょ、使えないでしょ。なんかちょろちょろずつ蹴った蹴った蹴った、いいとこに来た。じゃあこっちの、こちらめっちゃ食われてる、めっちゃ食われてる。草の人だからあっちから出てくる、でかいの。めっちゃ食われてる、提灯状態になってる。これ食うでしょ、この状態でかいのが来た瞬間。こっちのもんすね。おお、なんかちっこい魚が、うわー、でかいの来ないかな。トルネード、トルネード、トルネード起こしてるホラーでやそう、いいんじゃない。あっ、来た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 、あっちから来た。こっから大回りで来るぞ。正体のやば。さあ、デカブツ来い。完全に魚が来てますよ。いいよいいよ、こっちに投げれば最高です。スプラッシュ、ナイススプラッシュ。スプラッシュの技、これがスプラッシュの技なんですよ。援軍提灯状態これ、あ、これ食うかも。これヒッチに食うよ。タナゲじゃない、警戒するとこいっぱい食べさせてから大丈夫だったね。おお、食った、食った食った。餌ない、餌あるよ。餌ないね、ないな、ついてない、取られたね。よいしょ。さあ、あ、めっちゃ疲れてる。画面のこの真上の穴にいるんですよ。さあ反応するのか、食べてる。さあ大きいのが顔出した。本当にワンチャンあるぞこれ。近くで食ったね。うん、この草の下にいますね。さあ稚魚が群がってて、大きいの来た、大きいの来てるぞ。あ、待って、今真下に大きいのいるよ。うん、今持ってこうとしてた。あ、でかいの来た。からないな、猫ちゃん餌ないわ。さあ、ひっちゃんがこちらですね。トリケラトプス浮きから、うん、ティーレックス浮き。さあ、アピールは変わるのか。さあ、小さい子しかいないぞ。ちょっと厳しい、投げ直したこれ。ポイントが悪い感じする。深いとこ行かんかな。そうだね。お、お、お、来た。お、来た、ほら、右から。本当だ、来てる来てる。さあ、来て、来るぞ、これ、来るぞ。食った、待って、まだまだまだ、食った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 。あれ、あれ取られた。あ、あ、でもこれワンちゃん本当に釣れるぞ。釣れるね、今食ったな。完璧に食う瞬間見えましたね、今。見えたね。おー、来た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 。おー、くる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 。ゆめこちゃん、ゆめこちゃん今食おうとしたのかった。今俺のキャストを食うんじゃねえ。あ、餌取られた。餌なくなってる。下に、真下にでかいのいるぞ、ほら。ルルル、ゆめこちゃん食べようとしてる。あ、俺の、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、怖っ。もうこれ警戒心溶けてるよ。ゆめこちゃんが巣穴の前で出待ちをしている。さあ、これはアイドルの追っかけ。この稚魚に群がって、おっきいのがね、急に来るんだよね。あ、来てる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 。あー、引っ込んだ。待てはやったな、今の。大きいのいたな、今。あるの、これ食うぜ。あ、出てきた出てきた出てきた。食うよ。あれ、なんかパン持ってったやついない、今。嘘。うん、ほら、これパンだよな。パンないよね。あ、ついてるか。ついてるついてる、大丈夫。うわ、逃げてった。けど近くに来てるいるわけよ。潜んでる、左側に。へえ、迷ってるね。この辺にいるってことね。左側に、うん、なんかプレ怖いよね。おお、いいとこ行った。
左側は魚いっぱいいるわけよ。これプレコだね。これはプレコだね。はいはい、ちょっと今、ゆめこちゃんが茂みの中に持ってかれた。一気にあ、かかってるさ。かかってるね。すごいかかってる。しかもいいサイズ。手で開けとくれ。うん、手で開けとくれ。手繰り寄せて。おお、やば。百均竿でつ、でかっ。でかっ。30以上あるね。わあ。ゆめこちゃん。ゆめこちゃんやばいな。釣れましたね。初の半日かけて大の男3人が初の1台で1日、ま、そうそうだね。作成編から。釣れました。おお、すごい泉台ですね。しゃ。それでやや。やっと釣れたね。サイズは30ぐらいじゃないですか。感じあるね。余裕であるよ。この企画からやっと解放されたのが、ああ、やっと勝ち負けよりもね、やっぱり嬉しいですね。まあそうだね。それはみんな応援してたもんね。そうそう、百均釣り対決、今回の勝者はハールということで。ありがとうございます。ぐしゃぐしゃハゲかけてるやん。もうちょっとリンスした方がいいかな。トリートメントやったわけだもん。ちょっとやってあげましょう。はい。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おめでとう。どうにか一匹。どうにか一匹でしたね。で、自分のもね、一応食ってくはするんだけど、なかなか針にかからなかった。かからなかった。俺の兄たっては見て、ガイドの接着面が割れちゃって。ああ、もう使い物なかったんだ。そうそうそう、もう釣りができない状態。これガイドってあのキーホルダーで使うやつ？あ、そう、キーリング、キーリング、これ。キーリングなんだ。三三六の竿は、ちょっとまだ使ってなくて。はい、まあ自分たちで、もういっぱいいっぱいというか。そうですね。そうだね。で、でまあ三三六のは、次回、まあ、男女軍とかなんか立てるまとかそういうね、あの一球輸送とかそういう場所で一球輸送で見れると思うので、はい、で今回はまあ100均釣り、はい、10年ぶりくらい、俺は相当久しぶりに復活企画ですね。で今回も釣り竿、リール、そして糸、針全てあの100均で揃えてますからね、うん、結構この難易度高い中、あの40センチぐらいの魚釣れたっていうのはいやすごいなっていう。ユカの針刺さったね。ね、あ、そうだったもん。よかった。はい、ということで今回は100均釣り選手権でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。